お気づきでお気づきでしょうか私の顔面に、えー、かれこれ4年以上居座っている妙子妙子って呼んでんだそう ニキビとかね全然気にしなないんんですけどなんかよくいるじゃないですかなんかもう「やだニキビできちゃったんだけど最悪」みたいな女の子あの美意識高くていいですよね私とかもニキビできてもなんか全然気にしないタイプだから、まあ、なんかニキビの1つや2つや3つぐらいだったら気にしないかなでもなんかブワーってできちゃったらもちろん嫌だけどでまあそんな感じで気にしないでいたらですね えっとこのよ4年前ぐらいにここにできたニキビの跡がですね色素沈着みたいなのしてなんか赤くなってきたんですよここ半年ぐらいででまあなんかいいやと思ってたんだけどいろいろ最近その撮影とかそんなあるわけじゃないんですけどなんかまあちょっと出てくるようになってその時にんかこう。 強くねっっててな太太結構なんか「主張強くね?っっくね」って思い出してでなんか聞いたらなんかレーザーで取れるよみたいな話だったんで,でちょっとレーザーで取りに「今日行ってきました!で」であのこういう美容系の何ていうのなんかそういうところとか私め無縁なんですけど今回その紹介されたところ行ってきて。 でまあ、なんかあの女のお医者さんみたいなの,の中であ「じゃあちょっとカルテ書くのであの質問に答えてもらえますか?」みたいな感じで「職業なら何やられてますか?」って聞かれて「職業は。 えっとまあ、一応デザ,デ,ザインデザイナーですみたいな感じで言ったら「えじゃあどんなデザイナーやれてますか?」って、まあ、掘り下げてこられちゃって「あじゃあちょっとちゃんと答えなきゃだめだな」と思ってあ「すいませんなんか一応仕事はえっとお店これ今作っててえっとテイクアウェイの,あのキッチンのオーガナイズだとかあとシェフも今後やるしあとデザインもやるしあと最近音楽も始めまして。 であ,とあとあとあとなんかいろいろそういうことやってますみたいなこと言ったら「あなた忙しいわね」って言われて「そうですね」みたいな <laughs> 空気になってでもなぜかそのこう上げた職種の中で「音楽やってるの?」みたいになって「いやー音楽もちょっとさいやってるっていうか最近ちょっと始めただけなんですけどね」とか言ってそしたらなんかすぐ音楽に食いついてきて。 なんかどんな音楽やれてるんですかみたいなでもなんかこんな感じで始めましたみたいな多分なんかこうミュージシャンとかって言ったらミュージシャンとかって言ったら多分そのなんかこう表立つことが多分出てくるからなんかその美容系的にはやっぱなんかデザイナーとかシェフとかっていうよりかはあミュージシャンなんだったらなんかもうやらなきゃみたいな感じになるのかなとか。 思ったり思わなかったりみたいな感じでと結局このレーザーでですねえー、ここだここをえっ、ー、と除去することになりました費用が高かったねこれからほんとミーゴレン生活ですよでなんかそのレーザーをあのその場でやってもらったんですけどなんかまあベッドにこう横たわって で女の先生ドクターが「じゃあレーザーやってますね」みたいなでちょっと私もあの心の準備とかいろいろやっぱあるじゃないですかなんかいきなりの子なんか「いや!」とかって言,わ言いたくないから痛くってだから聞いたんですね「ああのレーザー痛いですか?」ってそしたら「いや全然痛くないですよ」って言われて「あじゃあよかった」と思ってあの全然普通にて。 いきますね321バチってなった時にもうとビク動いてあかね <laughs> なんかあの痛くそのやった瞬間直後は全然痛くないんだけどそのこのバチっていうそのこう潜航の瞬間がもうなんかあの焼けてるる感じがすすんですよ、ね、まあレーザーってそういうもんなのかな。でもう 1>, な1回目で「あこんな感じか」と思って「2回目やりますね」って言った時にもう大丈夫だろうと思ったらやっぱバチッっていうその閃光の音であの体がこう毎回ビクって <laughs> なっちゃってであのこう心の中で受け入れ,れ,ると受け入れてるのにそのこう体が毎回こうビクって <laughs> なってる状況をここ4回ここ2回や,やったんですね。 <laughs> だからお医者さんからしたらなんかこうバチッてやることであかねが体 <laughs> ビクッてなってるこいつって思ってんのか慣れてんのかわかんないけど私はそのこう自分の内側の冷静さととは裏腹にそのこう体のこう過剰なビクグつきとの間であのあいお酒叫んでましたね。 本当にここはさすがオーストラリアですよまあそんな感じでですねえっとこれをやって1週間後ぐらいになんか収まるらしいのかなで1ヶ月経ってもここが結構根強いから1ヶ月経ってもなんかあのまだ残ってるようだったらもう1ンセッションして終わりましょうって言われ,てた,言われたからあーじゃあ1ヶ月経っても <laughs> 赤みが消えなかったらもうワンセッションビクって <laughs> 4回ぐらいやるのかうんと思ってましたまあそんな感じで妙子じゃあね妙子さようなら本当この4年間誰よりも身近で私のことを見,つ見守っていた妙子とのお別れお別れの日が 近づいてますね。寂しくはないな。<laughs> で、あの帰りにね、久々に気分転換にオープショップ行ったんですよ。オーストラリアあのオープショップって言って、リサイクルショップのことをオープショップって言うんだけど、で、そのオープショップにも色々種類があって、なんか地元の あのおじちゃんおばちゃんがやってるオプショップとか,なんかチェーン店のオプショップとかなんかいろんなそのそのちょっとハイブランドオプショップとかちょっとハイセンスオプショップとかちょっとなんかヴィンテージオープショップとかなんかいろいろあるんだけどその中で今日はあの本当地元のガラクタオプショップに足を踏み込みましてそしたらこのハットこういうなんか手編みの帽子ダッサい帽子がなんかめちゃくちゃ安く売ってて。 でなんかあまりにも手作り感満載でなんか今日いろいろこのブランケットとか買ったんですけどで可愛いいと思って買って「でこれ手作りですか?」って聞いたらなんかこれは実はあのホームレスの人たちがあの作ってるそういうなんかこうプログラムがあってで彼らのその手編みのあの。 作品ですって言っててて言で本来はそれが海外になんか輸入されるのかなでもなんか今コロナで海外に輸入されないから地元に回ってきてますとか言って「えっ!」っつってなんかすごい素敵と思ってなんか時間なかったからパッと選んで買ったけどもうちょっと見に行ってみようかなと思います。可愛いいですよね手編みここだけにお花がついてる ちなみにそう髪の毛の色変えたんです。お気づきですよね皆さん。<laughs> もうなんか自分でなんかもうあの慣れたから気づいてないけどみんなになんかうわ髪の毛ってよくあの言われるんですけど今日の朝はえっと朝8時起きして普段は9時とかなんだけど1時間早く起きましてえっとなんでかっていうとあの弁のお母さんがあの <laughs> こ髪の毛のね色オレンジにする時に便の,のお母さんに一応ね予告したんですよなんかあのいきなりオレンジにして心臓発作を起こされても困るから「あのお母さん」って言って「あのちょっとあかね明日髪の毛オレンジになるからね」って言ったら「なんか、えーみたいな「オレンジすんの?」みたいな感じのノリだったんですよ。 で次の日オレンジにして帰ってきて「ただ」とか言つって「ただいま」とか言つって見せたらっっっったたオレンジだててなってでまあ、なんか受けたんですよ、ね、でおかんの例のおかんの家もなんか超モダンでもうなんか超白もうなんかフラットみたいな家になんかこの私がこう,うろうろしてるとなんか電球が一人うろうろ歩いてるみたいなぐらいの発酵発酵インパクトなんかもうビタミン C が なんか1人で歩いてるみたいな感じの状況になっててやっぱちょっとあまりにも派手かなと思ってねなんかイタリアのほんと素朴なお母さんとお父さんだからなんかこんなんが家うろうろしててなんか派手だしなんか。 ちょっとなんか嫌かなとかと思ったらなんか意外に「お金ちょっと一緒に買い物行こうよ」とかやってあのスーパーに連れてかれたりとかお母さん行きつけのなんかショッピング屋さんみたいなところに連れてかれて一緒にあのイタリア系のおかんとあかねと2人であのもうおかんの買い物のあか手伝ったんだけど。で、まあ、なんか,おかん普通に 当たり前みたいな感じで私と普通に喋りながら歩いてたけどなんか周りの人に絶対なんかジロジロ見られてて特になんか田舎の地元だからなんかどういう組み合わせこの2人みたいな <laughs> まさか嫁 <laughs> 嫁にこんなやつがいるとは誰も多分思ってな息子の嫁がこれみたいなノリだとはみんな誰も思ってないと思うんだけどそういう感じで歩いてました。 話,話戻るけどなんで今日早起きしたかって言ったらなんかベンのおかんが「いやーなんか昨日ね私のねあお姉ちゃんと一緒にお昼食べてて」みたいな要,要はベンのおばさんなんだけどでなんか「あかねの髪の毛の色知ってる?」って聞いたら「うーん知ってる黄色だったよねあかねちゃん」みたいな「違うの今オレンジなの」とか言って「でオレンジあそうなんだ」みたいなそのオレンジがねもうねただのオレンジじゃないのみたいな。 「あなたの思ってるオレンジの予想をはるかに超えたオレンジなの」って言ったら「えじゃあなんかあの明日あんたのことを家に迎えに行くときにあかねちゃんいるんだったら見たいわ」みたいなノリになったらしくって <laughs> 見せ物になっててるらしくってそれを聞いたから「えあじゃあ私これ見せなきゃいけないんだ」みたいになって「えお姉さん何時に来るんですか?」っつったら「朝9時前に迎えに来る」って言うから「あじゃあその前にお起きてご挨拶しますね」って言って。 <laughs> それで今日は朝、えー、8時に起きてえっとベンのお母さんのお姉さんに「あのお久しぶりです <laughs>」って言ってみたら「うわ」ーみたいな「オレンジ」みたいなノリで「おかんたちもこんなオレンジにすればいいじゃん」とかっつって「もうちょっと若かったらね」とかって言ってたんだけど「あってもう綺麗な白髪なんだから色綺麗に入るよ」とか言って私っまし 私なんて一回ブリーチして色抜かないとこの色入んないんだからもうねおばちゃんたちも全然色抜かなくったって綺麗に色入るから色楽しめばいいじゃんとか言って意外になんか反応みんなよくて嬉しいです私も結構気に入ってるんだけど最初なんか「あなんかフィフスエレメントのミラジョバ・ビーチじゃん」とかと思ってなんかいい感じとかって思ってたらあの。 前面の美優ですね中島美優 r o m 元999からすごい冷静なテンションで草迷いよいじゃんとかっつって,て <laughs> いや彼これ私髪の毛高校の時とか私髪の毛一生染めないしなんかずっと黒ロ,ロ,ロングのストレートで来てたんですよオーストラリアに来てなんかすごいあのひろこっていうすごい 腕のいいセンスのある素晴らしい美容師の子にですね出会ってこの子にだったら私の髪の毛ショートにしてもらってもいいなと思ってでそのバージンを捧げたんですね「じゃあ面倒よろしくお願いします見てください」って言ってでバッサリ私が15年伸ばしたロングを切ってもらってであのそれ以降。 5年ぐらいかな髪の毛いろいろ見てもらっていろいろやったんです青い髪だとかなんかもうすごいいろんな彼女はカットもすごい上手だったからもうそのショートでいろんなカットとかやってもらっててでまあ彼女が日本に帰ってから私はもうあの自分でそのできる範囲でいろいろやってきた中でその最初なんか一回美容師さんに行ってあのこうメッシュな感じで。 ブリーチメッシュな感じでちょっとお願いしますって言ってでその日あの前日飲み過ぎてですっごい二日酔いで病室行ってで6時間ぐらいあのもうなんかこんなもうんん顔真っ赤でもなんかすいませんみたいな状況でやってもらってで頭の中では、まあ、の髪の毛のことよりもそ塩分のことが頭にあって。 ラーメンオアフォーココナッツパーモアショップラーメンみたいなことがこう頭にこうずっとあって6時間たって「あじゃあ出来上がりました」って言われてパッて見たらもう完全にカリア咲きになってたのね髪の毛があの。昔私なんかいろいろ髪の毛やってよく友達に「お前カリア咲きかよって言われてたんだけどあのブリッジとかして傷んでたから「これ狙ってないのに本当にカリア咲きになっちゃったじゃん」みたいな感じだったんです。でななんかもう自分でちょっとああの合わなすぎて で自力で開運って言ってて言、あのー、その後自分で黄色を入れてそれが黄色の髪の毛のスタートだったんですけどで黄色にしたり黄色にしたりで今度は三輪明宏みたいなことになって「狩矢崎から三輪明宏」ってなってその後なんか「下田歌劇」とかなんかもう完全妖怪系の、あのー、シリーズなんかそっちなんですよ。そうだからその髪の髪毛 妖怪たどっ,、ねえー、ってきてやっとこれでミラジョブビッチと思ったらそこで草間弥生ですよねだからやっぱそういうキャラみたい私って。ということであのそう話はそれへのそれへのですがあの草間弥生になりました。 すごいでも綺麗に入ったよこれ髪の毛色抜けるのもちょっと楽しみこんな感じで茜色で落着しましたそれでは皆さんビタミンよく摂取して元気に過ごしてくださいね